ギョギョギョのギョ太郎。我が伝説の英雄マジカルハットが現れた時、地底の魔界では王なかなかな常識人の立派な王様ではないかと言われるアレフ王と、見かけも悪いが性格も悪いわと言われるジアクトが激しい勢力争いを繰り広げていた。この魔界の大戦争によって地上のウソン島は7つの島に割れてしまったのであった。だがしかし、我らが英雄マジカルハットがこの島の一つ一つを元の通りウソン中央島に戻すことができれば、荒れ果てた魔界にも和やかな時が再びカムバック戻ってくるのであった。だがだがだ、しかしジアークは息子のコアル、そして土偶の2人を地上に送り込み、何かと悪気を授けては打倒マジカルハットを目論んでいるのであったのよ。何、軍資金が足らんと。そうなんだよパパ、お金がなくてここ2、3日何も食べてないんだヨロ。坊ちゃん、しっかりなさってドグン。僕ちん、お腹と背中がくっついちゃった。どう、我が愛する息子コアルよ、なんと不憫な姿。お坊ちゃまは食べるものも食べず、日夜マジカルハット打倒に2人してけなげにやってるんでやんす。ねえ坊ちゃま。負けるもんか。息子よ、どうじゃ。うまくいきましたね、ドグ。これでお金をたんまで送ってきますぜ、ドグ。そしたらディスコで遊びに行こうな。よし、わかった。ありがとう、パパ。お小遣い送ってくれるんだね。バカモン、宝の在処を教えてやるんじゃ。宝の在処。そうじゃ、だからして困るドグ。二人で探してこい。はい。やったよ、まあまあ、やったった。ほら、ハット、ほっとけ、スピンちゃん、見てみっかいって、つい伝説のお魚ちゃん、釣り上げたよ。やったー。お魚ちゃんってどこ？逃げられちまったよ。こんなに大きかったんじゃぞ。ほんとだよ、ほんと。今な、確かに釣り上げようとしてたんだから。バカ野郎、どうせわしの言うことなんか誰も信じてくれないじゃろ。信じてない。あー、ジャパン、やった。古臭いギャグ、50年ぐらい昔だよね。おじいちゃん、うるさい。わしだって新しいリコングぐらい知っておるぞ。渋カジじゃろが、トレンディじゃろが、あー、もうレッツ最近流行ってるじゃろ。そんなに怒んなくてもいいじゃろ。じゃあわし家帰るもんね。まったく。動物の鳴き声が聞こえる。バックに任せてにゃ。こういう時のために翻訳アンテナがあるんだにゃ。大変だにゃ。どうしたの？カメが助けを呼んでるにゃ。カメ？何だあいつら。僕は浦島太郎の孫の孫の孫の浦島ハットだ。カメをいじめるサーファーを退治しに来たぞ。うまくいった。作戦見事に成功だ。伝説の英雄マジカルハットが来たからにはもう安心だよ。お、感動した神が竜宮城へ連れてってくれるって言ってんのかな。伝説の英雄にしてはダサい格好だって言ってるにゃ。酸素昆布？そうです、これが酸素昆布です。汚い。なにをおっしゃる、スピンさんとくりゃ。この酸素昆布は我らの海の宝物。これを加えて海に潜れば人間も我らのように自由に海の中で遊べるのです。そいつはすごいや。でもいつの頃からかこの酸素昆布を取り合って喧嘩が起こり、ついに人間たちは酸素昆布さえ破壊してしまったのです。なんだ。でもさ、その酸素昆布は？これは最後の酸素昆布です。最後の？実は魚たちが人間たちに隠れてこっそりと育ててきたものなのです。そうか、それでさっきのサーファーたちが欲しがっていたんだね。
マジカルハット、お願いです。また人間たちがこの酸素昆布をめぐって争いを起こそうとしています。どうか助けてください。わかった、カメ君。海底の平和のために戦おう。あれです。あの沈没船が酸素昆布の最後の花園なのです。海の中を自由に泳げる昆布か。素敵。みんなが欲しがっちゃうのも分かった。の悪いシゴレム。わあ、カメ、せっかく見つけた宝物だ。お前たちなんて私もか、道具。コアル、道具。イエーイ。これをバカな人間どもに売りつけて大金持ちになるんだもんね。ねえだ、道具。リュウ出した君も、彼女とのデートはやっぱり海。セクシャルハラスメントも何のその、24時間泳げますかの酸素昆布はなんてイカ酸素昆布だ、略してイカ昆布。今年の夏は困難でましたけど、なんてやつらだ。せっかくお魚さんたちが大切に育ててきたものを。ハット君、よし、正義のマジカルハット許さいでか。マジカルカルカレー集合のウホマ、サンゴよ大きくなれ。役に立たないやつだな。立ち悪いですからね。ロボくん、ちょっとドア開けてくれ。はい、ダニャ。本当だ、水の中でも大丈夫だ。やっほー。あいつ、俺たちの酸素昆布を。ロボ、なんとかしろ。それでは、今週の旧合体ペタモは先端ギリギリだ、ロボ。行くぞ、ウールアツモの境界点だ、道具。ハットくん、これでハットもおしまいだ。ハットくんを助けに行くのよ。よっしゃ。服が綺麗になっちゃった。ラッキー。今度はこっちの番だ。マジカルカルカレシューボのウホマ、カメよ大きくなれ。やばい、やばい。やるよ。
ここは。ここは。ここは。どこだにゃ。ここは海底王国じゃ。なな、何がおかしいの？だってタオジさんそっくりなんだもん。いや、そんなに笑うなよ、ホットケン王子。どうして僕の名前を？しないでか。わしは子供の頃、アレフ王とは一緒にお医者さんごっこして遊んだ仲じゃもん。そういえば、お父ちゃんから聞いたことがある。魔界の果てにハンギョミンという海底人の小さな王国があるって。ハンギョミン？アレフ王が魔界戦争で苦しんでると聞き、我々も心配していたところじゃ。へえ、そんじゃ僕のことも知ってるかい？もちろんよ、パーナマジカルハットじゃろが。違うでしょ、伝説の英雄マジカルハットだよ。かつてはだな、だが今のお主はただのバータレー。何もそうまで言ってくれなくてもいいと思うんだけどな。とにかくこの海底王国への秘密の入り口であった沈没船を破壊した罰を受けてもらわねばならん。え？罰ってどんな？え、それで海底地獄10日付の刑。海底地獄10日付の刑？10日もつけたらつけすぎかもね。え、やっぱりつけすぎね。3日付ぐらいがちょうどいいね。お手付けと一緒にしろ。溺れ死んじゃうって言ってんの。ちょっと冗談言ってみただけだってば。少々、これを冗談にする唯一の方法があるよ。え？それじゃあ、海底地獄10日付の刑を受けなくてもいいの？それは、我が海底王国の王子と腕比べをして勝てばよいのよ。海底王国の王子と腕比べ？いや、なんだって我ら一族勇者の腕比べ大好き民族だもんね。それまで10日付の刑は延期とする。ねえねえ、きっとさ、こんな気持ち悪い王子だったりして、ほんでもって海蛇早食い競争なんかが得意だったりして。バカ言ってんじゃないの、スピンちゃん。そんな不細工な王子なんか会いたくないわよね。こんにちは、僕ハンギョミンの王子のギョ太郎です。ギョギョギョ、はじめまして。王子様、お会いしたかったですわ。これが二人の運命ってやつですか。やっぱり私、王子様の帰りをじっと待ってる優しい妻になりたい。食事は何がよろしいでしょう。ムニエルかしら、スパゲティボンゴレかしら、それともポークジンジャーかしら。王子様のお好きなお料理は？海蛇。よし、それではただいまより我ら海底王国恒例の勇者の腕比べ三本勝負を取り行うものとする。とんでもないことになっちゃったね。よし、こうなったらとっておきの魔法で勝つっきゃない。坊ちゃん、頑張るドグ。10日付の刑を逃れるにはあいつをやっつけるしかないですドグ。第1回戦イワシ追い競争だにゃ。重たい。頑張れ頑張れ王子様、頑張れ頑張れ王子様、それちゃっちゃっちゃ、それちゃっちゃっちゃ。頑張れ頑張れコアル坊ちゃま、えいえいドグ、ちゃっちゃっちゃ。負けるな負けるな、ハットくん。王子の方が僕の3倍も大きいな。よし、マジカルカルカレシューボのウホマ、王子の岩より大きくなる。よーい。さあ、一斉にスタートを切りました。解説のスピンさん、みんななかなかいいスタートですね。まあ、勝敗は目に見えてますけどね。と言いますと？なんだってハンギョミン王子が強いですよ。何せ水かきがついてますからね。それに比べて平泳ぎしかできない怠け者のマジカルハットと根性なしでは魔界一のコアルちゃん、
結構ありませんね。そうですね、ハット君とコアロかなり遅れをとっております。このままじゃ完全に負けちゃうよ。よし、マジカルカルカレシューボのオマ巨大栄養味方になれ。おっと、これはすごい。ハット君の奥の手、魔法で巨大栄養味方につけた。よ、勝率ガチいただきだい。何言ってんのスピンちゃん。頑張れ巨大鋭の六助。危ない、ハット君、そのまま進んだら岩にぶつかっちゃうよ。ああ、 A は急に止まれないよ。第3回戦小魚一気飲みコンテストだにゃ。もっちゃん、今度こそ勝ってくださいドグ。それちゃっちゃっちゃっ、よし、やるぞ見ておれ。すごい、生であんなに食べられるなんて、さすが海底王国の王子。飲み込んじゃった。どうしよう。ハットくん。え？何やってんの、ハットくん。お腹壊したら大変だからね。いただきまーす。勝負の結果3対0パーフェクトで我ら王子の勝ち。やいやい、いいわよ、王子様。なんて素敵な王子様なんでしょう。そうだわ、こうなったらせっかくの王子様のプロポーズ受けない手はないわ。別にプロポーズされてないでしょ。ああ、海中で暮らす美しきスピン姫、いつか童話になるわね。そして新しい竜宮城の乙姫様として一躍マスコミのヒロインになるのよ。マジカルハット、勇敢に戦った君たちに敬意を表します。10日付の敬はなかったことにしましょう。あなたたちは自由の身です。お、王子、ありがとう。助かった。よかった、ドグ。なんて心の広い王子様なの。スピンは幸せ。うん、今までだって幸せだったわ。ハット君、ホットケン、ロボック、スピンは今日まで幸せでした。でも私はあなたたちと行くわけにはいかないの。そうよ、王子様の強い愛がもう私を子供のままではいさせてくれない。ありがとう、ファンの皆さん。スピンは一生みんなのこと忘れません。スピンちゃん、あなた、この女は、紹介します、私のフィアンセです。それでは皆さん、また遊びにお越しください。いや、かくしてハットたちは無事にウソン島へと戻ったのであった。なに、酸素昆布はどうしたのかって、それはわしの酒のつまみの昆布巻きになっておるのよ。いがばってきた、おいしいな。食べちゃダメでしょ。なに、ハットに邪魔されて宝を奪ってこれなかっただと。ごめんなさいパパ。だってじゃない、まったく役に立たんやつらじゃ、情けないわい。こうなったらお仕置きじゃ。お仕置き。愛する息子よ、これも父の愛の鞭じゃ。今度こそはマジカルハットを倒すのじゃぞ。わかったよパパ、もうやめて。かくしてウソン島の一日は平和に終わっていくのであったのよ。やいこある、良い子はみんな名前を呼ばれたらお返事するんだぞ。それを利用して僕たちを瓶の中に閉じ込めるなんて、なんてひどいやつなんだ。次回、
熱湯3分ゆでだこハットマジカルカルカレー絶対見てね。